長、町の中にまた妙なものが現れました。魔物の扉、あの番人みたいな魔物がどこかに隠れていたようね。そのようじゃな。すぐに魔物たちが湧いてこよう。今激戦に備えるのだ。戦ってこその王様よ。街の中にまた妙なものが現れました。親衛隊長さん。あ、そうだな。あなたに渡したいものがあるのよ。まだ試作品なんだけど、これを身につけて魔物をやっつけると、魔物の心がコインの形になって飛び出してくるようになるの。モンスターコインを持っていれば、好きな時に魔物を呼び出して一緒に戦ってもらうことができるのよ。これがモンスターコイン。じゃあ実践あるのみね。方向キーの上を押して魔物を呼び出してみて。ああ、魔物の心をつかめる道具とは、なんと素晴らしき発明じゃ。お褒めにあずかり光栄ですわ。これで少しは戦いが楽になりましょう。さあ、今は難しいことは考えずにどんどん使ってみて。早くコツをつかむためにもね。灼熱解除。モンスターコインについての詳しい説明はメニューの中にあるわ。確認しておいてちょうだいね。灼熱火炎山。
つためには頭を使わないとな。ありがとうございます。ぬはははははうん、ええ、およく来たな。また来てくれよな。ようこそ。神のご加護があらんことを。ようこそ。さあ、神に祈りよ。神のご加護があらんことを。行ってこい。
頼むに回すと厄介な相手だ。こいつの攻撃には毒があるからな。迂闊に攻撃を食らないよう気をつけろよ。行くぞ。読めた。ギガブレイク。
勝つためには頭を使わないとな。